はい、それでは始めていきましょう。トラキチチャンネル、今日はマリオカートツアーやっていきたいと思います。さあ現在ヨッシーツアー、こちらのキノピーチカップがリーグ対象となっておりまして、僕自身現在リーグ71に初昇格しまして、現在下見まで終えた段階でリーグ5位というところで、まあ、下見を終えた段階としては順調な滑り出しを、しているかなというところなんですけども、今日は動画としましてはキノピーチカップの1コース目、新登場コースですね、ヨッシーバレー、こちらを走り込んで攻略動画にしていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、ということで、前回のガチャ動画まだ見てないよっていう方ですね、動画リリースされておりますので、ぜひ見てから戻ってきてくださるとというふうに思いますけども、ここからネタバレ入りますけども、前回の動画の中でですね、ゴールドエッグヨッシーをですね、無事3つ、獲得させていただきましたので、そちらを使っていくといいのかなっていうヨッシーバレーなんですけども、まあやっぱりですね、僕のリーグ71の、いろんな面々の方、そしてフレンドの方々を見てですね、見てもですね、まあちょっとね、ゴールドエッグヨッシーを使ってるよっていう人は非常に少ないですね。なぜならやっぱりですね、こちらのドンキーコングスーパーファミコンバージョンをですね、強化して使ってる方がめちゃめちゃ多いで、レベル6とか7とか、やっぱそこまではなかなかね、ゴールドエッグのヨッシーを強化できないよということでね、まだまだドンキー使ってる方が多いかなと思いますし、僕自身もとりあえずはそれでいこうかなと思ってます。さあマシンですね、マシンもガチャの影響を多大に受けておりますということでね、こちら、はい、エッグゴールドがガチャで3つ引くことができましたので、レベル6まで強化されているということでね、ジャンプアクションでたくさん稼げていけたらなと思っております。さあグライダーですね、グライダーも本当はですね、こちらのカラーゴールドをですね、もっとたくさんガチャで当たってればよかったんですけども、1つだけだったので、スペシャルスキルコイン系でいきたいところなんですけども、残念ながら今回はこちらパターウィングレベル4ポイント開放1段階でいきたいと思っております。ということでカスタマイズとしてはこんな感じ、ちょっとずつ落ちる気がしますけど、レベル7レベル6レベル4のトリオでやっていきたいと思います。いきましょう。はい、1レース目いきましょう。下見の記録が2万2000点ぐらいだったかな、まあ、なんとかそれを超えれるようにね、頑張っていこうというところですけど、まずはどのコース使うんだいっていうね、ところですよね。この走り方は結構ね、僕は推奨というか、コンボつながりやすいんじゃないかなと勝手に自分では思ってるんですけど、果たしてどうでしょうか。よいしょ、ちょっと1レース目なのにさ、新登場コースが口数少ないんだよね。残念、まあしょうがないですよね。本当にこのコースいいのかってめちゃめちゃ自分自身疑心暗鬼で走ってるからさ、めちゃめちゃ模索中なんですよね、とにかく。まあ、こっからはねコース1つなん一択なんで、そう走りは困らないんですけども、さて他のとこも走ってみようか。逆にこっちサイド一番大外になるのかな、これが。ジャンプアクションあるな、ここでも。あららら、グライダーまであって、あららら、らもうよくわからないですね、どれがおすすめなのか。でも今の左外はジャンプアクション系のスキルを持ってる自分にとってひょっとしたらいいのかもしれないですね。よいしょ、よいしょっと、やられた、さすがに。よいしょ。いやー、ちょっとまだしばらく模索の期間が続くな、コースに関しては。よいしょ、ジャンプ、なかなか。よいしょ、よいしょっと、3位、下見の記録に及ばずかな、同じぐらいかな。はい、400点とりあえず更新しました。目標はまず3万点と思っておりますので、本当に道もね、どこがいいのか、いろいろと模索しながら、まあ、あんだけ分岐があるタイプのコースも珍しいと思いますので、いろいろ走りながら試していきたいなと思ってます。はい、2レース目いきましょう。
まだまだ模索中ですね。はい、この更新は本当大した更新じゃないので、無視、ほぼ無視していいと思うんですけども、まあどうでしょうかね、2レース目こんな分岐走ったよっていう紹介にはなってるかなと思います。しばらくこんな感じを続けて参考にしていただければと思います。はい、3レース目いきましょう。分かったことありますね。まあ記録の更新自体は2000点更新して順位もおそらく4位に上がるんですけども、まあそれはおまけで、一番右かいいかな、一番右じゃない今のところ、ちょっと違ったらすいません。一番右の右を通った時だけグライドポジションがあって、そのグライドポジションのところにアイテムがあって、多分1個アイテム多いよね。もうみんなの分かってるよねそんなこと。まあまあ、僕自身の発見をね一緒に楽しんでいただければと思いますけど、ちょっとまあもうちょっと検証だな。ということでリーグ順位も1個上がって4位というところで、なんとかこのレース中に3位になれたら嬉しいなというところですね。ちょっと1位別格、もうちょっとムシムシ。はい、5レース目いきましょう。せっかくコイン出たし大事にしたいなこのレースでも、うん、やっぱりな、やっぱさっきも言ったけど大外が一番いいね、多分間違いないと思う。抜かれまくるっていう、でもアイテムは1個多い、それをどう捉えるかだな。あ、こういう風に、さあどこまで行く、あー3万いった、
ふう、気持ちいい。はい、5レース目ですね。オッケーオッケー。4000点プラスをして、ということになりました。アクション数133、まあコインフィーバーが大きかったですね。プラスバナナフィーバーで最後少しね、1位も淘汰できて抜くことができたというところになりました。コース取りに関しては迷ってますね。うん、やっぱり一番右、いわゆる大外がですね、アイテムボックスが一番多いので、一つ多いのであそこ通った方がいいです。ただしめちゃめちゃ結果遠回りになるみたいですごく抜かれます。それを両立するのは難しそうですけども、やっぱりアイテムが一つ多いっていうところにはなかなか、それって非常に大きな要素なので、得点を取る上でやっぱあの道を通るのが一番いいかなと思うんですけども、まあ、もうちょっとお話しさせてもらうと、ドンキーコングの武器ってバナナじゃないですか。でバナナってあのバナナを誰かに引っかかってもらわないとアクションにならない。で大外を通るキャラってすごく少ない気がします。僕が今走ってる感じ、最初の分岐の時点で左に行くキャラが非常に多いって考えると、バナナ系のフィーバーが来ても一番大外右側を通ってしまうとちょっと恩恵を受けづらいのかなっていうのも迷うところ。まだちょっと試しながら走ろうかなと思ってます。はい、13レース目いきましょう。いいかも。あー、もう苛立ちって感じ。当たれ、惜しい。ナイス。これ大して期待できないな。コンボつながってねえな。ダメか、全然ダメだ。ここ数レースでは一番いいけど、ちょっとドツボハマってきてる。はい、14レース目いきましょう。なんだバカー。絶対物にせんといかんくなった。
いいぞ。来たなあ。みんな引っかかってよ、もっと。来た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 。もう終わろ。これ以上ないわ。ありがとうございました。やったねー。ちょっとコンボのつながりの悪さ、本当にすいません。このコース難しかった。いやーでも皆さん、7000点更新して38266点。どうでしょう、この環境の割には最高のレースができたんじゃないのかなというふうに思います。結局フィーバー最大の数ですね、3回引けて、しかも、その内訳がコインフィーバー、コインフィーバー、バナナフィーバー、しかも1周目も2周目も一番の右端のルートを行けて、アイテムもねフルで使ってと、いいレースできたんじゃないかと思います。順位上がるかな、この7000点で。ちょっと厳しいかな。もう3位いけました、ありがとうございます。なんか2位の方が現実的な目標点差の感じになってきましたね、嬉しい。はい、ではトップ画面に戻ってまいりました。今回はヨッシーバレー新登場コース走り込ませていただきまして、もうこれ以上はないね、自分の環境では38266点まで行くことができました。皆さんどうでしょうか。なんとか頑張ったかなと。そして最適ルートも一応見つけれたかなと。うん、最速ルートではなくて最適ルートですね、見つけることができたかなというふうに思いますので、高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。この記録はめっちゃ満足。また次回以降、老舗コースのデイジーヒルズ、そして超高得点の狙えるメイプルツリーハウス X 頑張ってまた走り込もうと思いますので、次回以降の動画もぜひ楽しみにしていてください。今日は以上です。失礼します。